マネーの虎がガオー、はい、始まりました。本日のゲストは吉田渚さんです。よろしくお願いしま す。皆さん面白かったらね、高評価、はい、Thanks とね、ですね、そしてチャンネル登録とね、はい、コメント欄に感想お願いします。お願いします。さあ、先月やってみました、はい、謎キャンペーンですが、謎キャンペーン、ね、どうなったんでしょうか。はい、一件ご依頼をいただきました。よかったね、ありがとうございます。よかったです。謎キャンペーン一件来た。一件来ました。一件来ました。あと、はい、あと2枠余ってますね。あと3枠と、あと3枠自衛官の方1名様ですね。あ、そうかそうか。そうなんです。ですね、はい、はい。あと3枠ありますか。はい、1枠来た。来ました。どんな感じでした。お誕生日の方向けのパーティーで流す動画ですね。はい。はい、あ、なんです、よかったですね。よかったです。パーティーで。パーティーで。パーティー動画で。そうなんですよ。よかったね。よかったです。いや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 、はい、まだやってますからね、じゃあ謎キャンペーン。そうなんですよ。今月も続く。ありますよ。まだ枠ありますと。枠が終わるまで続きますので。待ってます。待ってますね。はい。はい、ね、と言ってもまあさっきね、はい、謎キャンペーンの動画撮ったんでね。そうなんですよ。楽しかったですね。ね、すごい動画になりました。はい、お誕生日なのでこういろいろとアイテムを使って、はい、はい、楽しみましたね。はい、ね、素晴らしいですね。はい、いやまあこのままね、ちょっといろいろと、はい、ぜひね皆さんにもご応募いただきたいんですが、そうですね。なんか吉田さん仕込みがあるんでしょう。はい、そうなんです。お誕生日ということで、はい、私からその方にプレゼントがあるんですよ。プレゼント。はい、ご用意したんです。はい、なんでしょう。じゃじゃーん。おー、金持ちになるための今宵理論です。素晴らしい。誰の本かと思ったら私の本じゃないですか。そうなんですよ。やったー。はい、もしよろしければ、はい、サインをいただいてもよろしい。もちろんです。ありがとうございます。生サインな。生サイン。はいはい、じゃあちょっとペン取ってください。はい、マジック取ってください。はい、これはマジック。あ、これです。これ推薦マーカーです。あ、これ一番書きやすいです。はい、これ一番書きやすい。おー、はい、すごい。生サインをプレゼントしますよ。はい、心を込めてね。はい、ぜひぜひ。ゆるキャラをね書かせていただきますんでね。すごい可愛いですから ね。後ろに書いてあるスミスですね。はい、スミスをね書かせていただきますよ。すごい、スミスと。はい、はい、おー、素晴らしいです。はい、すごい。ジョネトラダムスの生サインということで、ありがとうございます。入れさせていただきました。こちらをプレゼントいたしますので。すごいね、至れり尽くせりですね。そうなんですよね、謎キャンペーン。はい、小道具もたくさん買ってね、小道具もいっぱい買ってね、はい、すごい動画も撮りましたけど。そうなんです。こんなに素晴らしいキャンペーンなのにまだ応募が1件しかない。1件しかないんです。なんで。多分皆さんサンプルが見たいのかなと思って。そういうことですか。はい、今回の方は公開しても OK でしたので、はい、ホームページに後ほど公開します。あ、本当ですか。そうなんです。渚アソシエイツの、はい、ホームページに公開しますので。すごいですね。はい、ぜひじゃあそれ見ていただいてね。はい、そうですね。なるほど、こういう風にやってくれるのかというのがあればね、はい、そうですね、ぜひご応募いただいて参考で、はい、はい、参考でね。でその後あのそれ以外の授業はどうなんですか。それ以外はまだそんなにやりたくない。そうですね。あの出演系はちょこちょこあるのであれなんですが、はいはい、あの KES の方が、はい、まあそんなにダメ。ケースダメ。今まだダメですね。あら、はい、そうなんですか。せっかくなんかどこの会社がね、はい、KES を ISO 扱いしてくれるかどうかも、はい、分かってきたので全部調べたのにね、はい、そうなんです。最初なんか謎のクレーム電話みたいな。そうなんですよね。変な人扱いはそれで営業電話みたいな感じで言ったのがだいぶね、あのできるようになったのに、そうなんです、分かるようになったのに、はい、ダメなんですか。なので ISO を取っていて、はい、KES が気になる方はぜひお問い合わせください。お問い合わせください、はい、ISO 自体今どうなんですか。少し減ってきてますね。あ、やっぱそうなの。はい、コストがかかるので皆さんやめようかなと。そうかですよね。ちょっとね、あの世界的なね、はい、経済の流れもグローバル化にちょっとこう逆方向に今行ってるじゃないですか。そうなんですよね。ね、はい、こことはもうお付き合いできませんみたいなね、はい、のが増えてきてるので、はい、まあそういうの考えると確かにね、ちょっと難しいですかね。難しいのかな、はい。でもまあよりね、あのほら今度またなんだっけ、IPEF でしたっけ、はい、あのほらね、バイデン大統領来て、はい、まあ新しい貿易協定みたいなやるわけでしょ。はい、でそういうのやるときにまあそのIPEF 公認なんちゃら企画みたいな感じで、これやってればほら自由と民主主義を重んじてみたいなればいいんですけど。そうですよね、そこに入れますかね。入れますかね、みたいなね。まあ IPEF 取ってるところはそのウイグル人の奴隷労働からは物は買いませんとか、まあそうなってればいいんですけど。それも大事です。いや、どうでしょう。どうですかね。世界情勢が渚アソシエイツにちょっと商売にいろいろ影響を与えているということですね。はい、なるほどね。なので定期的に謎キャンペーンはやろうかな。謎キャンペーンをね、はい、まあ、まずじゃあちょっと映像系で。そうなんです。映像の方でもなんか他にもお仕事が来たって。そうなんです。編集のお仕事を何本かいただいていて、 ありがとうございます。ちゃんとやってるじゃないですか。そうなんですよ、はい、編集のお仕事は来てるけど、でも謎キャンペーンはちょっとやりたい、もう一本柱が欲しいということですね。そうですね。そして KES はなかなかこう、はい。逆にあの今 ISO を取ってる人に、はい、あのあれですよね、あの研修やんなきゃいけないじゃないですか。あ、そうですね。そう、それの講師として吉田講師もやっていますので、ぜひぜひお声掛けいただければ。それもありますよ、はい、すでにお取りの方ね、はい、環境系でしょ。そうなんです、ね、1万、はい、1万4000のね、
14,000の方でもうすでにあの企画認証ね取られてる方で、はい、あのまあね教育の記録残さないと、そうです、一般教育、サーベランス来た時にね、あの大人たちと、はい、サーベランス来た時にね大変ですからね、そうなんですよ、はい、はい、なので講師で行きましたね、講師で行ってちゃんとバッチリ記録も、はい、書きました、ここまでやってれば大丈夫ですね、はい、っていうのね残すんでね、そうなんです、お安くしとくことはないと思うんですけど普通の値段かかると思うんですけど、そうですね、はい、よかったら渚総司ですね、ぜひぜひお願いします、はい、はい、じゃああの ISO とそのまあ映像編集、はい、まあ、そんな感じで、そうですね、あとは出演系はいろいろと、ね、まあうちの出演もありますけど、そうですね、はい、出演もあります、いろいろやってると、イベントの司会ですとか、あ、イベントの司会もやられてるんですね、はい、本当はこういついつ行きますって言いたいんですが、ええ、あまり言わないでくださいって言われていて、そうなんですね、そうなんですよ、あ、はい、どこに行ってるとかいうのもあんまり言えない、そうなんです、あ、なるほどね、そうなんですよね、じゃあ多分イベントをやってしまってるということがご時世的にちょっとあれなんですかね、まずいんですね、そうです、ね、俺がなんかこう場所を言うのに対してこう、はい、なんとなくこうテレパシーで伝えるとかもダメなんですか、あ、それも大丈夫です、大丈夫ですか、はい、じゃあね、相模湖ピクニックランドあ、今相模湖ピクニックランドって言わないんだ、あ、トレジャーフォレスト、トレジャーフォレストですね、なんとかって言うんですよね、そうでした、そう、はい、あ、そこ違う、そしたらね、タマテック、あ、それねえよ、すいません、もうないんですよ、古い人間なんですいません、タマテックない、タマテックありましたよね、昔ありましたね、もうないですね、はい、そうですよね、あとどこだろうな、豊島園、あ、それもねえや、今やべ、全部ないとこばっかり言っちゃった、ないですよ、あれ、ちょっと待って、ね、そしたらあるところ、ね、大江戸温泉物語、 ないですよ、 ありました、ね、ありますか、お台場のがなくなる、そうですよね、うん、そう、ごめんなさい、お台場の大江戸温泉って言わなきゃいけない、はい、お台場大江戸温泉はじゃないんです、ないですね、はい、はい、ということで皆さんね、当ててください、何千個か言うと多分1個くらい当たるかもしれない、はい、当たると思います、コメント欄にぜひちょっと書いてもらえます、はい、どっかで吉田さんは何かやった、あ、結構増えてるんですか、でも今、はい、少し増えてます、はい、やっぱ終わって、そうですね、あれも終わって、はい、あ、そう、あれが終わったので、なるほど、はい、そっちをやりつつ、はい、まあ、うちのお仕事もね、いろいろやっていただいてますし、そうですね、そして映像編集もしれっと実はあ、そちらはもう、ね、そちらはもうがっつりやってまして、今日の撮影も、はい、こんなすごいカメラで撮っちゃいましたよ、すごいですよ、そうなんですよ、マイクもちゃんとあったんですが、これね、セッティングに30分ぐらいかかりました、そうなんですこれ超大変じゃん、大変ですね、音の設定とか明るさが、もうこれもんで、ね、どうしておりますこれ、はい、なんかね、そうなんですよ ね、大変でしたよね、大変ですよ、はい、まあでもあの、ね、あの写真だけじゃなくて、はい、動画も身につけていけばいいかと思うん で、 うで、ね、はい、私はねこういうカメラで撮ると失敗するし、はい、怖いんで、音が割れるんですよね、そう、音割れちゃうし、なんかほら、あのメモリーがなんか結構ほらものすごいいい画質で撮るので、そうなんですよ、あのメモリーすごい食うし、はい、4K なんですよ、はい、なんでこういう簡単な、いや、いいと思います、これソニーの Vlog っていうね、今流行りのやつなんですけど、有名ですよね、あ、ほんと、はい、これでもね買って、はい、あの箱を開けて、はい、そのままボタン押して撮ってます、あ、そうなんですか、何にも変えないですえ、すごい、もう製造当時のままもうあの全部自動でピッてやるともう全部こういう感じで撮ってくるんでこのマイクのモコモコはついてる、あ、モコモコはね、これオプションで買いました、あ、そうなんですか、これは一応なんかほら風とかあるので撮ったりするときにいいかなと思ってね、一応やったんですけど、はい、まあこういうちょっとド素人向けの、いやいや、こういうのも欲しいですね、あ、これとね、もう一個あのパナソニックの 4K カメラっていうのを使ってるんですけど、それはね、もっと尺が長いときね、はい、尺長いときはそれで撮って、でも私の場合はほとんど編集しないんで、そうですよ ね、なんで、はい、まあそういう話術だけね、はい、ここまでなんとかやってきたんですけど、いや、素晴らしい、まあ吉田さんとかも編集技術がね、はい、すごいですか、そうですね、もうね、この謎キャンペーンどんな仕上がりになるかね、どんな風になるんですかね、楽しみですね、はい、これいつぐらいにアップされるんですか、謎キャンペーン、1ヶ月以内にはアップされると思います、1ヶ月以内割とこうほんわかした感じ、ほんわかした感じでやりますのでね、はい、ぜひじゃあちょっと皆さんね、謎キャンペーンの動画をね、はい、お楽しみにしていただいて、 そうですね、そして謎キャンペーンね、はい、あと3人、そうなんです、3名ですよ、あと3枠プラス自衛官の方1名、はい、枠残ってますので、自衛官の方は無料ですので、無料ですから、はい、はい、ね、ぜひねご応募いただいて、ちなみにおいくらなんでしたっけ、一般の方は4万円で、4万円でやらせていただきます、はい、そうなんです、もう私の出演料も全部込みですからね、そうです、はい、あの、ありがとうございます、いやいや、もういただかないでいいですから、ね、全部利益してください、いや金貸してるんでそれ貸してくださいそれ、はい、ね、ということでね、はい、謎キャンペーンも絶賛、はい、実施中なんで、そうなんです、とりあえず3枠まだ残ってるので、はい、自衛官の方もね、ぜひね、お待ちしておりますので、お待ちしてます、本当に、はい、よろしくお願いいたします、はい、詳しくはね、渚アソシエイツのホームページに出てますのでね、はい、ぜひご応募いただければというふうに思います。はい。はい、ということで、まあ、いろいろと、影では、あの、ちゃんとキャッシュ見ながら、はい、そうなんです、ね、エマージングなこの謎キャンペーン、はい、はい、頑張ってやっていただければ。キャンペーン面白いですからね。はい、続けていますのでね、はい、ぜひ皆さんね、ご応募いただければというふうに思っております。はい、はい、ということで、今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひ高評価のボタンとね、はい、チャンネル登録とね、Thanks ボタンをお願いします。あとね、なぎさアソシエイツのね、はい、このリンクをぜひポチッとして、そうですね、ぜひ、吉田さんの本業ですので、はい、ぜひ応援していただければというふうに思います。はい、ゴー